ニューヨーク市政府は、ニューヨーク市検証のもとに組織された、強い市長イコール2回制を取る、アメリカ合衆国ニューヨーク市の地方政府である。市長は、選挙によって4年の任期で選ばれ、市政府の政権を担う。ニューヨーク市議会は51議席からなる一員制の、議会で、各議員51の選挙区から各1名ずつ、選出され、任期は4年である。 法廷は2つの市裁判所と3つの州裁判所からなる。ニューヨーク市政府は32万5千人の職員を抱え、これはアメリカの市として最大の規模であり、州と比べてもカリフォルニア州、テキサス州、そしてニューヨーク州以外の州よりも大きい。この政府はアメリカの他のほとんどの市よりも中央集権的な制度を採用しており、政府は公立学校、 共生施設、図書館、公衆安全、娯楽施設、公衆衛生、給水、そして福祉などの事業を担っている。ニューヨーク市の政治地理学は独特である。5つの行政区で構成され、各行政区はニューヨーク州の一つの軍と範囲が一致する。マンハッタン区はニューヨーク軍、クイーンズ区はクイーンズ軍、ブルックリン区はキングス軍、ブロンクス区はブロンクス軍、 そしてスタテンアイランド区はリッチモンド郡である。ニューヨーク市は1898年に5つの区が合併した現在の形となり、それぞれの軍の政府はニューヨーク市の中央州県政府に統合された。しかしながら、各軍は犯罪を起訴するための独自の地区検事を要しており、ほとんどの裁判所は各軍の中で組織されている。ニューヨーク市の行政府は市長、 市政監督官、会計監査官、及び多くの部局、委員会によって構成されている。市長はまた、市業政府の主要部局を統括するための副市長を指名することができる。ザシティレコードは、法定休日を除く、毎平日に発刊される官報であり、市の部局による法律上の通達事項が記されている。また法規に関しては、ニューヨーク式則に綴られている。 ビルで、ブラシオ市長市長は、最高経営責任者であり、判事である。選挙によって選ばれないすべての職員の任命と、悲免を行い、法律による規定がない限り市に与えられたすべての権限を行使することができ、市政府の運営の効率性と統合性に責任を持つ。市長は市民による直接選挙によって選出され、任期は4年で、再選すれば最大で、 連続2期まで務めることができる。市政監督官は市のオンブズマンとして政府の広報活動を円滑にするため市の部局に関する苦情の調査や市の部局と市民との対立の仲裁を行い市長に地域のつながりをアドバイスする選挙によって選ばれる職員である。市政監督官は市議会のメンバーである。市政監督官は市長不在時に市長職を継ぐ。 第一候補である。会計監査官は、市のすべての部局の業績評価と会計監査を行い、総額約1600億ドルの運用資産を持つ市の5つの公的年金基金の受託者として働き、市の予算及び財政状況の包括的な監督を行い、市の誠実性、説明責任及び会計遵守の契約に関する評価を行い、市に対する要望を構成で、 効率的かつ効果的に解決し、現行賃金率の設定過程の透明性と説明責任を確保し、現行賃金及び生活賃金法を施行する。会計監査官は市長不在時に市長職を継ぐ第二候補である。市政府の議席が置かれているニューヨーク市長者ニューヨーク市の立法権はニューヨーク市議会に授与されている。過半数により可決された。 法案は市長に送られ、署名されることによって、法律となる。もし市長がその法案に対する拒否権を発動すれば、議会は30日以内に、再度3分の2を超える賛成を得れば拒否権を無効に、することができる。議会は一員制で51議員からなる。51の各選挙区は選挙権を持つ人口が、均等になるように分割されている。 議員は4年に一度の選挙で選出されるが、例外的に10年で割り切れる年に行われる、国政調査の後には2年かけて選挙区の範囲調整が行われ、その2年目に新しい選挙区で選挙が行われる。市議会議長は51人の議員による選挙で選ばれ、ニューヨーク市政府の中で市長の次に権力を持つ地位と見なされることが多い。市議会は、 市政府の様々な機能を監視するためのいくつかの委員会を備えている。各議員は少なくとも3つの常任委員会、特別委員会、または省委員会に所属しなければならない。常任委員会は少なくとも1ヶ月に一度は会合を設けなければならない。市議会議長、多数党のリーダー、及び少数党のリーダーはすべての委員会の職務上のメンバーである。 ニューヨーク州憲法は地方政府に現地法を提出、採択する権利を与えている。現地法はニューヨーク州議会によって制定された法律と同等の地位を持ち条例、決議、規則及び規制のようなより古い形態の自治体立法よりも優先される。ニューヨーク市の法典化された現地法はニューヨーク市行政法に含まれている。ニューヨーク市法廷システムは 民事裁判所と刑事裁判所の二つの市裁判所、州最高裁判所、遺言権任裁判所、及び家庭裁判所の三つの州裁判所によって構成されている。ニューヨーク州の他の地域と違って、ニューヨーク市は典型的な軍裁判所を持たない。五つの行政区すべてに州裁判所がそれぞれ置かれている。遺言権任裁判所庁舎には、 ニューヨーク州遺言県認裁判所ニューヨーク軍支所の法廷が入っている。ニューヨーク市刑事裁判所は、微罪、より軽度の違反、さらに罪状認否、及び重罪事件の予診を取り扱う。ニューヨーク市民事裁判所は、2万5千ドル以内の損害賠償請求に関する訴訟の判決、5千ドル以内の昇格請求に関する訴訟、大家イコール賃借人の間の住宅葬儀、 州最高裁によって委託された民事問題を取り扱う。この裁判所はニューヨーク州の全裁判所に提出された申請の約25%を扱っている。また、軍ごとに置かれた州裁判所がいくつか存在する。ニューヨーク州最高裁判所は一般的管轄権の第一新裁判所である。ニューヨーク市内の州最高裁は 重罪の訴訟及び重大な民事訴訟の審問を行う。ニューヨーク州遺言県人裁判所は遺言県人裁判所であり、遺言の監督及び財産の管理を行う。ニューヨーク州家庭裁判所は家庭裁判所であり、子供と家族に関する訴訟の審問、児童虐待や育児放棄、養子縁組、子供の看護権と子供に会う、権利、家庭内暴力、子供の親権、 児童飛行、不正、生活指導を必要とする人、及び養育費など関する葬儀を取り扱う。ニューヨーク市は5つの行政区、または59のコミュニティ地区から構成されている。ニューヨーク市の5つの軍はそれぞれ地区検事を4年の任期で選出する。その職務は、各軍の裁判所の裁判権内にあるすべての犯罪と違反を起訴することである。 ブルックリン区長社各行政区には選挙で選ばれた区長が置かれている。区長は議会で提出された法律のもと、投資プロジェクトの推薦、公共の利益の事案の公聴会の開催、市長及び他の市職員への勧告、土地利用及び計画の推薦、公共サービスの提供を実施する契約の履行に関する推薦などを区民の利益のために行う。 各行政区は、区委員会を持つ。この委員会は、区長、各行政区に所属する、地区議会議員、及び、各行政区内の、各、コミュニティボードの委員長により構成される。区委員会は、公開、または、非公開の聴聞会を開催し、条例の制定、総合、または、特別目的の立案、土地利用及び計画の推薦、複数の委員を応区間の論争や、 対立の仲裁、経費及び資本予算の優先順位と必要性の包括声明書の提出、部局によって提供されるサービスの量と質及び資本開発の進捗の評価及び区に必要な事案の検討を行う。各コミュニティ地区はコミュニティボードを持つ。各ボードは最大50名の投票権を持つ議員からなる。その半数は コミュニティ地区を代表する市議会議員によって推薦されたものの中から区長により2年の任期で毎年指名される。任期の制限はない。加えて、コミュニティ地区を代表するすべての市議会議員は投票権のない職務上のボードメンバーである。コミュニティボードは、その地区と住民の安泰に関わるあらゆる事項に関する公開、または非公開の聴聞会、または 調査会を開催できる。そこで、関連部局の代理人の出席の要求、地域生命及び資金需要の立案、及び土地利用、計画の推薦を行うことができる。ニューヨーク市長は1686年に初期のデザインが採用され、シニルベムシビタタスノーバイエブラサイという文が書かれている。これはそのまま、ニューヨーク市長という意味である。イーバラコムは、 ラテン語で、ヨークを意味し、ヨーク公、ジェームズ2世の社会の名前である。サポーターとして描かれた二人の人物は、ネイティブアメリカンと入植者の統一を表現している。四枚の風車の羽は、ニューヨーク市がニューアムステルダムだった頃のオランダの面影を残している。ビーバーと小麦子村は、市の最も初期の貿易品である。紋章上部のクレストは、 アメリカ独立戦争後に追加されたアメリカンイーグルである。下部の1625は市が創立された都市である。ニューヨーク式は1915年に導入された。青、白、オレンジの帯は1620年代から1660年代の間ニューアムステルダムにたなびいていたオランダの旗の色を表している。中心にはニューヨーク師匠がプリントされている。 視聴室独自の旗も存在する。これは通常の式の青の部分にご防制が追加されており、5つの行政区を表す。ありがとうございます。